皆さん、こんにちは。ということでね、今回はスキビリトイレ74話のね、考察とか、まあ、翻訳とかをね、やっていこうと思います。あ、あとね、すいません。今回はね、ちょっと動画、ダッシュで作ったんで、ちょっとまあ、雑なところがあるんですよね。今、雑音が入ったりとか。まあ、そういうとこはね、ちょっと多めに見てください。はい、ということでね、早速行きましょう。はい、まずね、はい、このシーンなんですけど、まあ、多分ね、このシーンはね、多分このカメラをね、このね、まあ、テレビマンに埋め込んでるじゃないですかね。はい。でね、続いてね、はい、まあ、これはね、もう皆さん大体わかると思うんですけど、はい。こうやってね、このテレビマンはね、これ敵をね、操る能力があるんですよね。この光で。そうですよね。光だけでサングラスはね、貫通できるんですよね。そうね、はい、このシーン、はい、このシーンちょっとあれなんですけど、これ頭をね、もぎ取って、顔認証で扉を開けることができるようになるんですよね。はい。でね、はい。このシーンね、はい。見てください、これ。ブラウンカメラマンがね、なんといるんですよね。はい。他にはね、なんか新キャラとかもね、登場してるんですよね。このなんか赤い色のスーツのスピーカーマンとかね。はい。でね、このね、この、操ったね、このスキビリトイレ、ね、なんか途中でね、うわーってなんか、凶暴化するんですけど、これなんでしょうね。多分、効果が切れたのかな。はい。でね、これ続いてなんですけどね、はい。これ見てください、これね、こいつ、この人たちね、このね、レコードでね、スキビリトイレの参加を聞かされてね、これスキビリトイレにね、なりかけてるんですよね。これはね、もう脳が腐ってしまっているので、はい、もうこれはね、もう仕方ない。倒してしまうしかないみたいですね。はい。でね、はい、次、このシーンなんですけど、はい、見てください、これ。よく見たらね、はい、ブラウンカメラマンね、テレビウーマンの方にね、もう手を伸ばしてるんですけど、はい、普通にね、締められてね、はい、連れて行かれます。はい。でね、まあ、この設計図なんですけど、はい、まあ、これは確定ですね。はい。これはね、多分 G マンがね、タイタン化するんでしょうね。あとね、これ視聴者の人にね、指摘されてね、気づいたんですけど、これよく見たら時計とドリルとペンシになってるんですよ。はい。何かわかりますよね。はい、もう。はい。でね、続いてね、まあ、この画像なんですけど、はい、見てください。これね、G マンがね、目が赤いんですよね。はい。だからね、やっぱりね、G マンはね、やっぱりね、過去はね、アストロトイレだったんですよね。だからこれでね、あれですね、まあ、リテイナーの反逆罪のあの伏線が回収されましたね。思ったんだけどさ、アストロの時さ、ジンはこんなガッチャガチャなのにさ、スキビリトイレになったとさ、なんか、まあ、そういうメタ的な発言はね、ちょっと控えましょう。はい。ということでね、はい、でね、これでテレポートしてね、はい、テレビマンの基地に向かうんですけど、はい。これね、はい、なんか作ってるんですよね。これ何作ってるのかな。はい。でね、これでね、はい、このポスター渡してね、はい、サイエンティストテレビマンがね、怒ってますね。はい。でね、まあ、次はね、このシーンなんですけど、はい。よく見たらね、はい、これ、ジーンはなんかコアが消えてるんですよね。あれかな、やっぱちょっと体力があれだから、コアが消えてるのかな。はい。でね、まあ、続いてね、はい、このタイタンテレビマンが、はい、これ、自信満々で、今日はで、この戦争終わらすって言ってるんですけど、はい、サイエンティストテレビマンがなんか言って、はい。でね、このタイタンジムがね、ぶち切れてるんですけど、はい、ちょっとここに関してはね、ちょっと後で翻訳するので、はい、翻訳してね、ちょっとそういうとこは詳しく見ていこうと思います。はい。でね、これね、タブレットの向こうではね、まあ、アストロ軍がね、はい、こうやって暴れ回ってるわけですよね。まあ、やっぱね、こうみたいなね、アストロたちもね、まあ、結構たくさんいるんですね、スキビリトイレみたいに。はい。さあ、来ましたよ。はい、これ、アセイランとね、はい、これ。おやっぱアセイランとね、はい、見てください、これ。なんかすごい動きが、あれですね、アクロバットですね。はい。でね、これアセイランとね、これ逃げたと思ったらね、はい、これ仲間をね、引きずれてやってくるんですよね。さあ、おー、でね、はい、これ。次ね、はい。はい、こいつね、はい、多分ね、もう多分、ボスですね、ボス。はい、でね、はい、これ。さあ、で、はい、これね、はい、これ、カメラマンがね、ちょっとやばいんですよね、これ。結構ね、ボロボロになっちゃったんですよね。しかもね、タイタンカメラマンね、敵に立ち向かっていてね、どっかに行っちゃうんですよね。はい、だからね、ちょっと今、タイタンカメラマン死亡疑惑が出ているんですけど、まあ、僕はね、多分生きてると思いますよ。はい。まあ、ね。はい。だってね、まあ、まあ、アストロとね、戦うんだったら、多分なんですけど、飛んでいって、どっか行ってのまた戻ってくると思うんですよ。で戻ってこなかったので、僕はね、多分そのまま逃げたんじゃないかなと思います。はい。しかもね、追いかけていったやつもね、まあ、そんな強くないやつだと思うんですよね。はい。でね、これ、タイタンスピーカーもね、まあ、タイタンカメラを追いかけようとするんですけど、はい、タイタンテリーマンはね、まあ、二人とも死んでもらったら困るので、はい、まあ、テレポートしていっちゃうんですね。はい。でね、まあ、僕ね、この後のね、はい、まあね、このシーンがね、なんか、すごいですね。なんか、
こういうシーン、なんかスターウォーズとかでありそうだよね。あんま僕スターウォーズ知らないけど。っていうかさ、あの、スターウォーズと言ったらさ、はい、まあということでね、ちょっとここからはね、解説ありでね、やろうと思います。はい、はい、彼らは弱っています。はい、まあ攻撃するには今のうちだぞみたいなこと言ってますね。はい、で、はい、でね、次タイタンスピーカーマンがね、はい、まあガシーンってやるんですけど、はい、まああなたはまあ怪我してるからお家に帰れみたいなことをタイタンカメラマン言うんですね。はい、まあそれはね、まあこんなにボロボロな状態で、ね、戦うのはね、さすがにちょっと厳しいですね。はい、そしてね、今タイタンテレビマンがね、はい、今日でこの戦争は終わりだって言ってね、はい、テレポートでね、ジーマンの元に行こうとするんですけど、サイエンティストテレビマンはね、ジーマンをね、基地に連れて来いと言っているんですよね。はい、でもね、もちろんタイタンテレビマンはそんなことしたくないですね。まあジーマンが嫌いだから。はい、ということで、だからね、多分ね、このサイエンティストテレビマンはさっきのあのポスターを読んでね、まあ、ジーマンがもともとアストロの仲間だったから、アストロを倒すためにジーマンの力が必要みたいなことを言ってるんでしょうね。ですよね。はい、でね、この後ね、対談カメラマンがね、まあ、アストロたちに、ね、立ち向かって多分逃げていったんですけど、はい、まあ、タイタンスピーカーマンはね、はい、まあ、追いかけようとするんですけど、はい、タイタンテーマンはね、二人とも失うわけにはいかないよと。なんかかっこいいですね。はい、はい、ということでね、はい、今回はこんな感じだったんですけど、いや、もしかしたらあれですよね、そろそろジーマンとね、タイタンズたちがね、協力する時もね、来るのかもしれませんね。はい、そうなったら結構激アツなんですけどね。はい、ということでね、皆さん今回の動画はここまでです。はい、ということで皆さん、バイバイ。